どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら、留学史コラボの交換所解説でやっていこうと思います。今回の留学史コラボに関しては、7体交換の候補がいますと。で、このキャラたち一体一体ですね、コストはもう破格に高くて、はい、こんな感じ。留学史の欲しい7キャラで交換可能なのはいいとして、ゼラ、サレーネ、アキネ、セリカみたいな感じで、放射の発言系統に加えて、そしてね、花嫁シアトとか、あとは、水着スカマリとか、ホスト高い奴らばっかで交換となっております。はい。なので、今回の留学シリーズは、交換は無理にはしてほしくないです。はい。絶対に焦らずにね、余裕があったら交換するくらいの気持ちでいてほしいんですが、多分ね、この交換素材で余裕がある人は、このゲームやってる人でいないと思うので、基本的に交換は無理にする必要はありません。もし欲しいキャラがいれば、ぜひともですね、交換してほしいという形になっております。はい。で、今回ですね、こちら7体からの交換所解説やっていこうと思います。今回の交換所解説の評価に関してはですね、この交換素材を踏まえて、評価の方を全体的に落としていますので、そこのところね、注意してもらえればなと思っております。まあ、いつも通りの交換所解説を持って、ぜひ見てください。ということで、まずはですね、A プラスランクからやっていこうと思います。行きましょう。さあ、まずは A プラスランク1体目。こちら、ルテナがランクインです。はい。まあ、まずですね、このキャラ、進化前が優秀で、10強10強無股間で42億安定して出すことができます。攻撃力が3183と少し低いんですが、まあ、ロイヤルオークパーティーにおいて使う場合に関しては、まあ、そこまで攻撃力が低いところに関しては気にならないと思います。まあ、基本的にロイヤルオークと組み合わせる視点で42億ほぼほぼ出してくれる優秀なキャラになっております。はい。まあ、最低でも30億ぐらいは無股間組んでる時出してくれるかな。で、スキルが優秀で、1ターン水ドロップが少し落ちやすくなって、ロック解除が1ターンスキルなんですよ。このスキルが本当に強すぎて、まあ実質ね、ロック目覚めとかも全て無視できる上に、さらに水目覚め毎ターン使えるんで、4次元とかのね、回復目覚めとか、闇目覚めとか、そこら辺全部消せるんですよね。そう、目覚めの上書きができるっていう新しい性能、まあ新しい性能っていうかね、今までもあったんですけど、そのね、スキル自体を有効的に使えるというポイント、さらに毎ターン6解除できるというところも踏まえると、めちゃめちゃ優秀なキャラとなっております。はい。で、進化後は無股間が消える代わりにですね、こんな感じで7強7強10強とかにできます。あ、まあ一応超覚醒無股間つけれるんですけどね。こっちは元から無股間持ってて10強つけれるんですけど、進化後は無股間超覚醒にすると軽く相対的に下がります。はい。10強7強7強で軽く出せるって感じになってますが、まあ基本的には進化前の方が優秀かなって感じですね。進化後も強いんですけど、やっぱ進化前の方が強いです。はい。で、武器は回復ドロキョウ2つに毒耐性3つです。まあ、スキル場が1ターンで、スキル部1でも6ターンなんで、武器要因としての活用はめちゃめちゃ難しいですが、まあ、変身キャラとかならワンチャンぐらいの感じかな。ただま、基本的にはもうね、キャラ自体がめちゃめちゃ強いので、ロイヤルオークパーティー使ってて、サブ不足してる人は、サブ候補としてルテナめっちゃ優秀なんで、ぜひとも交換候補として考えておいてください。じゃあ続きまして、2体目の A プラスランク行きましょう。さあ続きまして、もう一体の A プラスランクはこちら、マリエルがランクインです。はい。まあ、マリエル進化前が A プラスランクにランクインって感じですね。10強 2A 3つで、もうデートナンパーティーですね。で、チーム HP もあって HP 漏れて、かつスキルブースト4つ持ちです。まあ、覚醒ではですね、42億ほどは安定しないものの、まあ、21億ぐらいは簡単に出せるかなって感じになってます。はい。まあ、キラーとかも踏まえてね、上限解放つける場合はもうキラー武器必須になってきますね。スキルは4ターン HP30% 回復にダメージ軽減、そしてロック解除に火水木光ドロップに変化と、まあ、シンプル4ターン軽減持ってくれてるんで、2体入れて軽減ループの運用ができます。また単体で入れてあげてね、軽減枠として使うにも、普通に運用できますと。 35% 軽減持ってるんでね、まあ、火力こそ低めだけど、例えばデートナンパーティーでハロウィンチャコルとか入れてる人は全然マリエルに乗り換えるのはありかなって感じですね。ただ、まあ、できれば2体あった方が一応軽減ループとしては使えます。ただまあ実用的に使うなら1体の方が強いんで、デートナンパーティー使いたい人は交換候補で考えておいてくださいって感じになってます。はい。で、一応ですね、これ進化後ありまして、進化後はこんな感じ。はい。7強7強無股間無股間に、超覚7強無股間もしくは素足かスキブ持ってます。はい。火力相当高いんで、まあそれこそアーサーパーティーとかの火力枠でなら運用できるかなって感じ。何度も言いますが、軽減ループ持ってくれてるので、そこはかなり強いと思います。武器はこんな感じで、バインドスキブ、お邪魔耐性2つに暗闇耐性って感じになってます。これがマリエルとなっております。はい、そんな感じですね。マリエル自体はデートナンパーティーで使えるというところを考えて、A プラスランクとなっております。はい。さあ続きまして A ランクですね。 A ランク1体目はまずはテオールからですね。10強10強持っててドラゴンキラー2個持ちです。まあ副属性こそないものの、火力としてはかなり優秀なキャラですね。スキルは自傷に1ターンダメージ無効貫通、ロック解除に6色陣って感じになってます。これが6ターンスキルで、まあ多色パーティーの無効化枠としては運用できるかなって感じです。進化後に関しては50倍が強化なんで、実用性はかなり低いですが、一応4色攻撃強化は持ってくれてます。
で武器はですね50パイク強化クマ耐性お邪魔耐性3つって感じになっております。はい、進化前の火力ワークというところでねキャラ性能自体もかなり高いですし優秀なので今回 A ランクとなっております。ただまあ男子で優先して交換するほどではないですね。6ターンで打てる無交換スキルってことで多色の候補として考えておいてください。引けたら残す価値はあると思います。次、さあ続きまして A ランク2体目はミナカですね。ミナカキャラ性能自体はそんな強くないです。進化前はまあスキブ5もしくは10強つけれるぐらいの感じで火力も一切ないんでそんな強くないと。で進化後に関してはこんな感じで、まあ、10強無効感一応できますよぐらいの感じ、まあスキブ2かなぐらいの感じですかね。水裂あるんで火力のサポート自体はできますが攻撃力2200ともうえげつなく低いんで、まあ、21億が限界かなって感じ出してもですね42億は全然出ないキャラになってます。なんでこんなキャラ A ランクかっていうとスキルがですねドロップロックを解除して火を水に光を回復に変えてくれて、スキルが2ターンダメージ半減に2ターン吸収無効なんですよね。なんとこのキャラ2ターン吸収無効が9ターンで打てると。でさらにダメージ半減も持ってくれてますので、まあ、このスキルの速さそして半減スキル持ってるというポイント自体はかなり高いと思います。でこのキャラを武器運用してあげるとですねこんな感じ L 字2個に指延長プラスに L 字2個にお邪魔毒クライミ耐性持ってくれてます。最低限のギミック耐性に加えてロック解除もしくは L 字2個で火力ワークそして指延長プラス持ってると、まあ、ロイヤルオークパーティーとかのね、武器要因としてかつ吸収無効武器として使ったりもできるのでこの武器性能を踏まえて今回 A ランクとしております。ただこのキャラは個人的に交換素材に出しても問題ないかなってキャラになってるので交換の候補迷ってる人は素材にしてもいいと思いますが9ターンで打てるね優秀なスキル持ってるというポイントを踏まえて今回は評価は A ランクにしておきます。もし引けて特に交換するキャラ予定がなければ、残しておいてあげてください。で交換迷ってる人は交換素材なしてもいいですが、まあ、一応ねスキルちょっと優秀なんでそこだけは抑えておいてくださいって感じになってます。はい、次、さあ続きまして A ランクエファですね。このキャラは、進化前はこんな感じで、はい、7強10強10強で軽く出してくれます。でね留学シリーズは進化前副属性がないんでそこがちょっと痛いんですよね。でまあこのキャラも木と何かがあれば結構強かったんですけどマリエルパーティーとかでねどうしてもそこは痛いかなって感じです。はい、ただこのキャラ性能としてはかなり高くてスキルがロック解除に5属性ドロップに変化右端縦一列を回復ドロップに変えて覚醒無効回復してくれます。はい、まあ、たまにこのキャラね6色欠損するっていうねおもろい特徴はあるんですけど覚醒無効全回復が4ターンで打てるので多色パーティーの覚醒無効回復枠としてはめちゃめちゃ優秀なので十分採用する理由があるということで多色パーティー使ってる人は交換素材候補で考えても全然いいと思います。ただどうしてもですね副属性ないというポイントめちゃめちゃ痛いのでそこのところだけはね分かっておいてほしいなって感じですが4ターンで打てる覚醒無効回復スキルということでキャラ性能はかなり優秀ですね。でさらにこの進化後に関しても10強10強にドラゴン神悪魔キラー持ってて副属性火あるんで火力自体はかなり優秀で42億簡単に出せるキャラになってます。キラー刺さればね。さらにマリーレアンス入ってればまあ基本的にもうなんならねこのキラーなくてもエンハンスだけで42億出せるぐらいの感じではあるので火力相当優秀でしかもスキル6解除5属性ドロップ変化右端を回復変化覚醒無効回復ということでキャラ性能自体はめちゃ優秀です。まあ、多色パーティー使ってる人は残すの必須で交換に出すなんてありえません。でまあ、なんで A プラスじゃないかっていうと、まあ、正味交換してまでゲットするほど多色が今強くないので、まあ、正直交換してまで取れとは言いづらいです。ただ引けたならば絶対残しておいてほしいし逆にもう多色メインで使ってる人もう今水着マリエルしか使ってませんっていう人で、まあ、覚醒無効回復スキル欲しいなら取ってもいいかなって感じですが正直そんなに無理して取る必要はないかなって感じはしてます。最近もう優秀なサブいっぱい増えてきてますので覚醒無効回復あって6解除6色陣あるとはいえども僕だったら、まあ、このね星7フェス限とか5体っていう狂った素材を踏まえて取る必要はないかなということで今回は A ランクにしております。ただね多色としてはめちゃ強いので多色使いの人は絶対残しておきましょう。じゃあ次、さあ続きまして A ランクマルシスがランクインです。このキャラもですねデートナーパーティーで使えるキャラでウェイ5個に10強を持ってくれてます。副属性こそないものの火力自体はかなり安定してますね。スキルは3ターンチーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力と回復力が上昇覚醒無効と HP を全回復が7ターンスキルです。進化後はこんな感じです。スキビ4無効感ウェイ4つ超覚醒10強持ってくれてます。あー、このキャラ自体はですねそんなスキルがね最強ってわけでもないんですがエンハンスとあと回復力上昇持ってるんで回復エンハ要因としては強いかなって感じ。あと覚醒無効 HP 全回復あるんですけど最近デイトナ4次元だと覚醒無効いらないんで4次元においてはそんな使わんかなって感じです。はい、
まあ、ただ普通にねキャラ自体はかなり優秀なキャラなんで、まあ、軽く出せるというポイントも踏まえまして今回 A ランクとはしています。ただこのキャラもミナカ同様でデータの持ってない人はもちろんね交換素材にしてもいいですし、データの持ってても今のマルシス入れる枠ってほぼなくて、あのめちゃめちゃタイムアタックとかしてる時にたまに使うことあるぐらいで、まあ賞味テンプレはコットン、オビワン、雪村とかが多いので、まあ、そこまで無理した交換は NG っていうこともあって今回、まあ、ちょっとね評価下がって A ランクとなっております。はい、ただまあ賞味、まあ、特に使う手なければ僕は交換さえしてもいいと思ってるので一応 B ランク寄りですが、まあ、武器もね 2way スキブチーム HP 特耐性と持ってるんで今回は A ランクとしておきます。はい、次ラストは A ランクフェノンですね。まあ、正直言いますとフェノンは俺闇ロボ来たら評価上がる可能性あると思ってるんですよ。実はワンチャンフェノン闇ロボ次第では評価ぶち上がる可能性あると思ってはいるんですが、まあ、正直今現状の評価としてはまあ断じて A ランクが限界ですね。なんなら B まで見えるぐらいには弱くて、なんでかっていうと悪魔タイプないんですよフェノン。今悪魔ない闇属性キャラなんてはっきり言って人権ないんで、まあそこがねどうしても痛いかなって感じです。ただまあ10強10強7強持ってて闇列3つ持ちと火力自体は相当優秀ですね。でスキップも4つあってね、スキルも決戦ドロップ全回復にドロップロックを解除、再下段1列は闇に変化という感じになってます。進行はですねこんな感じでお邪魔毒耐性プラスにクライム持ってて小学生10強無効感で火力出せます。でスキル同じくね決戦ドロップ回復5ターンで打ててっていう感じで、武器に関しては LG 枝豆毒耐性2つ、クライム耐性2つです。フェノンに関しては闇の神父制限が来れば使えるようになる可能性は十分ありますが、まあ最強サブには個人的に入ってこないのかなとは思ってます。なんでかっていうと僕新闇ロボは列パーティーになると思ってなくて、今列パーティーにすると虎杖真人と被るわけですよね。わざわざ被せる必要性がないかなって感じで、僕の予想としては多分ずらしてくると思うので、正直闇列で使えない以上フェノンはそんな使わないのかなとは思っていますが、まあもしかしたら使えるようになるかもしれないんでね、まあそこ予想なんでね、まああくまで参考程度って感じですが、まあ現状の評価としては A ランクですね。男子で A プラスはないって感じになっております。はい、まあという感じがですね今回のルガクシュの交換所解説でした。あの一体一体が男子で弱くないけど男子で最強でもないっていう感じで、なんかすごい微妙なね評価難しいコラボなんですが、やっぱルティナ、マリエル、エファーあたりはですねまあズバ抜けて優秀だとは思います。それでもまあ必須キャラかと言われれば男子でそんなことはね、男子って何回言うんだ俺、でも男子でそんなことないんですよ本当に。なので今回 A プラスがマックスの A ランク評価となっております。留学士の交換所はですね全くもって焦る必要がありません。絶対にいずれ復刻が来ます。 100% 復刻が来るシリーズ系統は無理な交換は何が何でもやめてください。それこそマガジンとか前回のテニプリとかっていうのは次来るのがいつか分かんないんですよね。めちゃめちゃ先になる可能性もあるわけですよ。そうだから難しいんですけど、まあこのね留学士とかはね多分3ヶ月、まあ最高でも半年あれば絶対復刻来ますので、無理な交換だけはしないでください。ということでね今回は留学士コラボの交換所解説、留学士シリーズの交換所解説でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。